眼科の平松です。今日は網膜剥離の日帰り手術についてお話ししようと思います。うちの病院でも網膜剥離の手術ってたくさんやっていて、網膜剥離に関連する硝子体手術っていうのが大体年間400件前後ですかね、やってる感じになります。で、日帰りと入院、うちはメインは入院でやってる感じになります。ただ日帰りもゼロではないですね。日帰りの場合のメリットとしてはお家に帰れる。これ一番のメリット。デメリットとしては、手術して、手術後って下向かなきゃいけないんですよ。基本的に網膜剥離の場合。向かなくていい術式や状態もあるんですけど、基本的には下向くことが多い。要は下向いて寝るんですよ。っていうのが、家だと結構大変じゃないですか。病院だと、それを看護師がフォローしたりだとか、そういうそれ用の枕だったりとか、いろいろフォローできるんですけど、それが自宅だと難しいっていうデメリットもあります。ただ、お家に帰れる。っていうのもいいですよね。あとは日帰りのデメリットとしては夜ちょっと痛いとか何かあった時ちょっと心配、一方でお家なので安心して何ていうかな、知らない人の中で寝るっていうことはないってこともいいことだと思います。だから日帰りの方が治りがいい、入院の方が治りがいいとかっていう単純なことではなくて、同じようにしっかり下を向いていられるんだったら入院も日帰りも結果はあんまり変わらない。ただやっぱり患者さんによっては日帰りだと下向きがなかなか甘くなってしまう人が多いので、結果やっぱり結果がちょっと悪くなりやすい傾向があるだけなんですね。なのであなたがしっかり下を向けるんであれば全然日帰りで問題ないっていうふうに考えてくださっていいと思います。今はね、日帰りの網膜剥離手術をする施設がとっても増えてきてるし、うちも絶対的に入院じゃなきゃダメだよってわけじゃなくて、入院をおすすめはするけれども、状況によってはそういうふうにすることもあるって感じですね。入院とか他のことの説明とか網膜剥離の説明、他の動画あるんでぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。